シドニーはオーストラリア海軍のアデレード級フリゲートの3番艦。艦名はシドニーに由来する。シドニーはワシントン州シアトルのトットパシフィック造船所で1980年8月21日に寄港され、1980年9月26日に浸水、1983年1月29日に収益した。シドニーは オーストラリア海軍の整備計画 FFG-UPC-1390 によって大規模なアップデートが実施された。今回の改装の特徴はマーク13発射機の全部にマーク 41VLS を装備したことであり、この他にはディーゼル発電機、戦闘システム、空調システムなどが更新され、配線も一新された。これにより、 排水量は4200トンと以前と比べ100トン、程度増加した。今後、ダーウィン、メルボルン、ニューカッスルについても順次行われる予定である。なお、老朽化が進んだ一番艦、アデレードは2008年1月19日、二番艦、キャンベラは2005年11月12日に退役した。2012年10月14日、アメリカ海軍の大混でロガ級シャイロや、 シンガポール海軍のエンデュアランス給与陸艦パーシステンスとともに平成24年度海上自衛隊観艦,艦式に参加。国際観艦,艦式を除き自衛隊の観艦,艦式に参加した初めての外国艦となった。ありがとうございます。